新エンペラーの手綱を取るのは矢作厩社所属の酒井流星騎手27デビュー前の調教にまたがり GI 級だなと思いましたと素質の高さを確信した前走についてはダービーの時と比べ物にならないくらい良くなかったですが想像以上の走りをしてくれました収穫のあるレースでしたと前を向く外線文章は日本の馬がまだ勝ったことのないレースで 日本のホースマンの夢。そういう意味では特別なレースです。まだヤハギ厩舎の馬で GI を勝っていないので、勝ちたい気持ちは強いですと意気込みを語った。